ブラックボックス、ブラックボックスとは、フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの通称である。航空事故に関して、ブラックボックスと表現する場合は、FDR ないしは CVR それぞれ、あるいは双方をまとめて指している。航空事故の原因調査に大きな役割を持つ。一定以上の乗客を乗せる旅客機では、 装備が義務付けられているが、自家用の小型機には一般に装備されない。軍用機は装備しない国が多いが、自衛隊機にはほぼ搭載されている。自家用機や軍用機の事故の場合は、生存者からの聞き取りや機体分析で原因究明を行うことになる。最新のブラックボックスは、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーを一つに、下。 コックピットボイスフライトレコーダーがある。ブラックボックスとは、内容物が隠蔽ないしは封印されていること、内部構造を知る必要はないことの比喩的、形容であり、形状は円筒型や、休憩のものもあるほか、事故後に発見、回収しやすいよう、赤色やオレンジ色に塗装されているなど、実際には黒い箱ではない。事故が発生した際、乗員 乗客が全員死亡することも珍しくない。航空事故では、事故原因究明の手がかりを得ることが、大変難しい。そのため、飛行中のコックピット内で操縦士たちが交わした、会話や、航空交通管制機関との更新内容、機体の飛行状況を記録し続けることにより、事故原因究明のための手がかりとするべく旅客機、搭載されていることが多く、法によって、 搭載装備を義務付ける国もある。アメリカなど国によっては、軍用機にも搭載義務がある。すべてを記録すると記録量が膨大になるため、古いデータを消しながら、直近の出来事をエンドレスに記録を書き換えながら記録する。このため、一定時間以前のデータは記録に残らない。外装は、墜落に伴う衝撃や火災。 解没に耐えられるような解体衝撃性、耐熱性、耐水性を備えた密閉容器である。搭載位置は比較的破損が及びにくいとされる機体ビブが多く、ヘリコプターでは外部に露出させ、機体に大きな衝撃が加わった際に脱落させる設計もある。破損はないが、事故発生時に電源が喪失したために墜落前に記録が停止し、 事故原因解明に支障をきたす場合もある、アメリカン航空191便墜落事故、大韓航空機撃墜事件、スイス航空111便墜落事故など。日本では、1966年2月の全日空、羽田沖墜落事故を教訓に、航空法、第61条第1項及び、航空法施行規則、第149条、 航空機の運航の状況を記録するための装置に搭載が義務付けられている航空機及び記録内容が定められている。搭載が義務付けられている航空機は航空機の種別、飛行機、回転翼航空機、最大離陸重量、最初の対空証明が行われた年月等で異なる。飛行機の場合は最大離陸重量が百キログラムを超えるもの。 回転翼航空機の場合は、最大で陸重量が 3180kg を超えるもの、CVR のみ、FDR は最大で陸重量が 7000kg を超えるものが、搭載を義務付けられている。消防防災ヘリコプターに採用される機種の多くは、最大で陸重量の制限を超えないため、FDR の搭載ゲームはなく、 工事期間中に出動できないことや1000万円以上と高価なことがネックとなり導入している自治体は30%以下とされる。日本での航空機事故ではヘリコプターに次いで小型の固定翼機が多い約28%ものの価格の他にも軽機との接続が複雑で重量もあり義務化のハードルが高いとされてきた。近年では軽量で 小型機にも搭載しやすい簡易型 FDR が登場していることから国交省ではボランティアを募って検証実験を行う予定。自衛隊は対象外であるが、概ね CVR と FDR が搭載されている。フライトデータレコーダーは搭載された航空機の電子システムに送信された命令を記録する電子機器である。現在が相当する f a、AH、a は 1> c 1 2 4ビット、フライトデータレコーダーシステムズである。FDR に記録されたデータから航空機の安全性の問題、疲労及びエンジン性能を分析して主に自己調査のために使用される。また、フライトに最適な燃料消費及び危険な運航乗務員の習慣に分析に飛行監視データプログラムが利用される。記録されたデータは 自己調査のために使用するものと同じ技術で定期的に返される。現在、米国の連邦規制では88個の記録が必要なパラメータがある。2002年までは29個であった。しかし、いくつかのシステムではより多くの変数を監視する。現在の FDR はフライトデータ取得ユニット、普段フライトデータアクイジションにユニットから特定の データフレームを介してパラメータを受け取る。それらがコントロール、アクチュエータ位置、エンジン情報、および時刻といった重要な飛行パラメータを記録する。一般に各パラメータは毎秒数回記録されている。データが急激に変化を始めた場合、一部のユニットストアは通常よりはるかに高い周波数でデータのバーストが起こる。 すべての必須パラメータが記録されていることを確認する FDR の検証確認、読み出しを毎年行うことが義務付けられている。FDR のデータは携帯型半導体記録装置に記憶されるか、無線や衛星を介して事業者の本社に転送され航空機のクイックアクセスレコーダー、カー、クイックアクセスレコーダーからダウンロードされ、 自己調査などで重要となるため、ICAO で規制された装置は慎重に設計され、高加速度の衝撃及び高温の火災などに耐えられるような構造をしている。現代の FDR は、抗体腐食性のステンレス光及び、抗耐熱性、高強度のチタンによる二重構造となっている。ウォーターロケータビーコンは、FDR の前面に、ボルトで固定ブラケットに取り付けられている。 これは、最大30日間、最大6000メートル、2万フィートの深さに沈んでも、超音波でピングを放出するよう設計されている。また、ブラックボックスと呼ばれるのに反し、残骸の中でも高い視認性を持たせるため、FDR の外面は、耐熱の明るいオレンジ色塗料が散布されていることが多い。一般に、ユニットは深刻なクラッシュによる破損をしにくい。 航空機の尾翼、ビブに装着される。事故後、記録されたパラメータの分析は、多くの場合原因や要因を特定できるため、FDR の解析は調査の優先度が高い。FDR の試作機は、父を航空機事故で亡くした、オーストラリアの科学者、1925年3月20日から2010年7月19日が、1956年に、 初めて設計した。開発当初は、ステンレスなど金属製のテープに、ダイヤモンド製の針で、飛行高度、飛行速度などのデータを刻印する方式だったが、1980年代までに、デジタル化され、最低でも、事故による、動作停止前400時間の詳細なデータ、機体に加わった、加速度やエンジン回転数など、が記録できるようになった。コックピットボイスレコーダーは、 航空機事故や事件の捜査のため、主に旅客機のコックピット内の音声を録音するために使用される。コックピット天井に取り付けられた会話集音用マイクロフォンでコックピット内の音声が収録され、また航空無線機の音声信号、航空交通管制も簡易なミキサーを通じて収録される。該当する FAA と a C123 ビットコックピット。 ボイスレコーダーダキップメントである他の場所に記録されない限り航空機は CVR を携帯する必要があり、また CVR は航空交通管制との通信を記録することが要求される。2008年現在、記録時間が2時間以上であることが FAA の要件であるため、標準的な CVR は2時間4チャンネルのオーディオデータを記録することができる。 以前の要件では記録は30分間だったが、調査に必要な音声データの重要な部分は記録終了の30分以上前にある場合が多かったため改正された。CVR にはフラッシュメモリが内蔵されデジタル記録がされている。技術を使用し、衝撃、振動、湿気に耐えられるようにしている。最も古い CVR ではアナログワイヤレコーディングを使っており、後に アナログ磁気テープに変わった。多くのテープユニットではテープを自動的に終端部で反転させ2つのリールを用いて記していた。また8トラックカートリッジと同じサイズのエンドレステープの単一リールを使用しているものもあった。テープが一巡すると古いオーディオ情報は30分ごとに上書きされる。墜落時の衝撃や水没などで媒体が破損している場合には 磁気テープからの音声の回復が困難になることもあり、また、機材の小スペース化が進んだこともあって、現在では磁気テープ方式はあまり用いられていない。航空機の事故時には電源を喪失することも多い。電源喪失時にも記録を継続することができるように、多くの CVR には蓄電池が組み込まれている。解没した場合に発見を容易にするため、位置通報用の音響発信機。 アコースティックビーコンを内蔵しているものもある。ただし、バッテリーが30日しか持たない。そのため、引き上げ準備に手間取った場合、バッテリー切れで捜索が困難になることもある。ごく稀にではあるが、ブラックボックスのうちどちらか一方もしくは両方とも、発見できない場合がある。W. リスト・オブ・アンリカバード・フライト・リコーダース海から引き上げた場合、 海水の塩分によるサビで、電子部品を傷めてしまうため、まず真水で海水を洗い流し、空気、すなわち酸素との接触を断ち、サビの発生や進行を抑えるべく、純水を張ったクーラーボックスに入れられ、解析当局にクーラーボックスごと送られる。新型機のテスト飛行では FDR に記録されたデータが利用される。テストパイロットは、 FDR の情報と操縦した感覚を照らし合わせながら技術者に説明を行う。レッドブルエアレースワールドシリーズでは機体に搭載されたエフィスのデータをリアルタイムに伝送することで機体の高度、速度、加速度が実況画面に表示されるようになっている。また参加チームはこのデータを解析し次回のフライトに活かしている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。